地図、ギュイアンクールは、フランス、イルド・フランス地域圏、ビブリーヌ県のコミューン。県東部にあるギュイアンクールは、パリ中心部より、約20キロメートル南西に位置する。ビエーブル川谷の北にあたる、海抜およそ160メートルの桜台地にある。コミューン面積の、約43%が、農村地域で、そのほとんどがビエーブル川丘陵の森林地帯である。 ギュイアンクールとは、ギード・シュブルーズという人名に由来すると、気文アカデミーの一員で、歴史学者であったジャン・ルブフが述べている。ギード・シュブルーズは1065年に、グディニス・カーティスという名の村を建設した。しかし、ルブフの分析を裏付ける証拠はない。全く別の説としてルブフは、ゲルマン語起源の、ワイドンの農地を意味するクアでグュイアンからできたとする。 現在のグーアンコートになったのは、1811年のナポレオン一世の土地調査においてである、サンビクトル教会1918年のギュイアンクール・イスパのスイザの工場1998年にサンビクトル教会の修復作業が行われた際、6世紀末から7世紀初頭のものとされるメロビング蒸気のサルコファガスが出土した。最初に、 ギュイアンクール領主となったギードシュブルーズ以降、幾度も領主が交代し、1693年に最後の領主が売りに出したギュイアンクールをルイ14世が購入した。これにより、ギュイアンクールは太陽王が作ったベルサイユ宮殿周囲に伸びる大庭園一部となった。現在、ラミニエールこと総称される人工湖は1668年に、 ジャンバティスト・コルベールの指揮で掘られた。ベルサイユ庭園へ送る給水施設の一部とするためであった。1789年に三部会へ送られた探願書によれば、ギュイアンクール住民は、ほとんどがオザクで占められ、飢饉に苦しんでいた。1850年、これらの流行がギュイアンクールを襲った。1870年、不仏戦争により、 プロイセン軍がギュイアンクールを占領した。敵は恐怖を撒き散らし、家々を略奪し、人々を虐待した。この戦争による決定的な敗北を教訓として、レーモン・アドルフ・セレド・リビエール将軍によって、首都防衛構想が制定された。1879年にこの枠組みの中から作られたのがブービエ放題である。ブービエ放題は1932年に廃止され、 1933年より、イスパノスイザが、この場所を借りて、弾薬を製造し、エンジンや銃のテストを行った。イスパノスイザは1990年に工場を閉鎖し、この場所は1999年に、フランス国防省が購入した。砲台は2006年に、音楽カフェに転換され、一般公開されている。20世紀初頭のギュイアンクールは、小麦、大麦、 ビート、ジャガイモ、飼料を生産する大きな農村だった。ギュイアンクール農民たちは経済的にも政治的にもコミューンを支配していた。1901年の人口は614人だった。1950年代初頭よりパリ都市圏は目覚ましい人口増加を経験した。パリ郊外にニュータウンが数カ所誕生した。そしてパリ製法にある未開発の サイイコール簡単地域もニュータウンの地に選ばれた。サイイ,イコール簡単イコールアンイブリのニュータウンは2004年より自治体間連合となった。1950年には小さな農村であったギュイアンクールは1970年代より人口が増加し2007年には約2万8000人に達した。2006年3月1日時点でのギュイアンクールの 失業率は6.3%で、国内平均である9.5%よりも低い。クリノオロジジュディスパザティフ・イーラリック・ミス、EN プレイス・ポア・アリメンター・レオ・デ・ベルサイユ、一ハットソース、INSEE、一ハット、グーアンコート・ビルデラビル2007ページ59。ありがとうございます。